飛んだよ、すぐ近く。目の前やな。飯前にちょっと。めちゃめちゃ人気だ。メインストリートはでもこれか。マッパー。てかこれは何なの？いろいろあるな。確かに。タイムスリップした。そんな感じやん。トンベアのキッチン。大吉もあるし。ここに大吉あるんだ。これで終わり？ニアズロン。ロシとか。なるほど。なるほど。あっちやだから海や。一旦腹ごしらえしますか。そうやね。遊郭跡を見つけました。まあ、これもすぐ行った遊郭跡ですわ。この観光案内所にすぐ来ないわ。すごいよな、白と右真っピンク。真っ白と真っピンク。ピンクが目立ってますよ。こっち右。ここバーって。まあディープなとこ。ミヤズのディープゾーン。そうね。もう違うもん、こっから。こっちなんですよ。知ってますか？この、あ、このディープゾーンっすね。ディープゾーン。
今はもうあれですか、居酒屋。いやもうそうやね、もう今はもう居酒屋となってるよ。もうなんすかこれ、カフェ。昔のあれでしょう、風営オーナーでしょう、カフェ。すごい、このなんか、すごいな、このなんか繋がっとる感じ。廊下？渡り廊下で渡り廊下やな。はい、でここが矢印のメインストリート、昔の。味どころ和風スナック、和風スナックってあんねん。で、鍵盤やな、昔の。鍵盤って何ですか？鍵盤っていうのは多分案内所、無料案内所やと思う、今で言う。間違ってたらほんまにごめん。ひいさん、ひいさこんかった長い、まあ、ひさしいことこんかったなと。人はもう住んでなさそうやけどな。確かに、うん、昔の面影ある建物はあるな。もうほんま、まあちょっと いびつやもんな、この通りだけ。いや、うん、他の通りと違うな。ここはやっぱ名残がめっちゃ残っとるから。今もやっとんかな、スナックとか。やんちゃ姫いやでも上ぷよぷよやから見えるかな、味ぷよぷよの走りやったのやってるん。でもこれほんまに微妙なラインやな。夜になった。1階は何なあれ、売れキキこのやんちゃ姫ぷよぷよ音音ステージ。あ、ぷよぷよがちょっと気になる。1階が何なん。バースナック、なんてやってんの、分からん。10でもやっとるそうやな、ペイペイとか。あー、やっとるな。ぷよぷよはやってないやろな。シーファマ会議場とかあるやん。これがメインストリート、うん、かつて栄えた新浜新地跡。まだこのでっかい デパートにミップルシーサイドパーク、シーサイドパークに。デパートミップルのすぐ横。観光船があって、観光船の人ね。もう今日は時間的に終わってたよ。観光船ってこれどう？どういうの？五時まで。だから宮津湾をぐるーっと回るだけじゃん。なるほどな。宮津湾でちょっとなんとか。そうそう。やってんもん。ここぐるーっと回るのか。そうそう。そうじゃん。
釣り人もおるし。そうやな、釣りも穏やかやな。いや、穏やかや。釣れんのかな。綺麗な。